かるでしょう。でももう平気一人では背負わないでいいんだよ。また違う誰かのとこまで遠く離れた場所にいる時も僕らの声が届きますように。迷った時は音の鳴る声。新しい日々にぎやかな駅のホームに一人あがり下がり下がり慣れない環境心戸惑う。流行る気する街を向く歩けないけど、ビルの隙間にはほら今日も空は広がっている。誰にも見せない涙拭いて歩いて行け。風が動き出す、髪がなびく、未来が始まる。僕も